はいどうも皆さんこんばんは、ゆきでございます。ということで本日がですね6月の19日、時間がですね珍しい21時スタートということでね、今から動画を撮っていこうかなって思っております。いや今日はね正直迷った、もういいんちゃうかなって思ったけど、まあね、あの皆さん欲しがってる方がいらっしゃるのでね、欲しがってる方に向けて一応動画を撮っていこうかなと思っております。はい、今日の動画が面白かったよ、良かったよ、ためになったよという方はね、ぜひねチャンネル登録ボタンを押してグッドボタンを押して応援してください。チャンネル登録ボタンを押すとね、やっぱり僕のモチベーションに関わってきますのでね、ぜひそちらの方よろしくお願いいたします。ということでついにですよ、告知することがなくなりました。はい、今日でね、ずっと告知してたバイビットのね天下一武道会こと全日本 BTC トレードバトルがね、受付締め切りになりましたので、もう今ねエントリーしてる方はもう張り切ってねトレードしていってもらって、トップ3入り果たしてもらってね、最大 4BTC の、 賞金ゲットしてもらえたらなと思うんですが、まあ、引き続きね僕のチャート分析であったりとか、あとは攻めの S さんのコメントであったり、スーさんのコメントであったりであったりとかね、参考にしてもらって、そのトレードにね、役立てていただけたらなと思います。はい。ただよ、告知なくなったなと思ってんけど、一つだけちょっと告知させてほしい。あのね、僕、サブチャンネルやってるんですよ。ちょっと名前変えたんですけど、もともと勇気のべしゃり部屋っていうね、べしゃりメインでやっていこうと思ってたんですけど、ちょっとやりたいことがいっぱいありすぎて、勇気のやりたいことやったんねんっていうね、サブチャンネルをやっております。で、そちらがですね、ついに、昨日、もしくは今日の早朝ぐらいやったかな、100人、到達しました。いやー、めっちゃ嬉しかった。ありがとうございます、本当にね。ただ、ね、このチャンネル3000人いるわけですよ。3人に1人の人が、いや、しゃあないなと。今まで勇気のチャンネル見て、笑かしてきてもらったし、協力したろか、言うて、3人に1人、30% の人がチャンネル登録をしてくれたら、もうスタートダッシュの1000いくはずやねん。頼む頼むチャンネル登録ボタン押してくれんか。うん、頼むよ。うん、本当にね。下の概要欄のところにね、勇気のやりたいことやったねの、チャンネルのね、URL 貼り付けてますので、貼り付けておきますので、そちらタッチしてね、ぜひチャンネル登録ボタン押してください。よろしくお願いします。本当に、本当によろしくお願いします。声高らかに言いましょう。よろしくお願いします。ということでね。はい。というわけで、チャート分析ね、やっていこうかなと思っております。むずいよ。今、now。ねえ、right now, very, very difficult. なぜならばですよ。いや、100万戻ってこんでよかったやんってならん？今のこの感じさ。まあ一応、そうだ、僕のね、含み損に関して言いますと、一応ね、ギリギリの最小限の、損切りと、多少のロングの利確で、まあ、プラマイ言ったら若干マイナスやけど、なんとかこう持ちこたえましたよっていう感じのことだけちょっとお伝えしておきますが、ねえ、かなり難しい今。まあ一応ね、攻めの S さんが前回の動画で、ちょっとね、編集済みの動画やったんで、多分ついさっきぐらいに編集してくれてると思うんですけど、僕は上を見てますと。1万ドル次もう一回チャレンジ行くんじゃねえかつって、もうロスカット覚悟で行ったりますわー言うて、コメントしてくれてました。はい。それもね、ぜひ参考にしてもらったらいいかなと思うんですけど、もうね、どっちに行くかね、正直、わからんよね。ここで100万円に乗ってきてなければ僕、下やと思ってたし、下やと思うんですよ。このまま、続落っていう感じだと思ってるんですよ。なぜなら今、下落トレンドであるからね。基本的に言うと。ダウ理論的に言っても、こう、高値を切り下げている状態っていうのは、もう見て取れますよね。このあたりもそう。ね、ここちょっとまあ横並びといってもまあさ切り下げているでしょうっていうところで、安値の方も切り下げてきてましたよと、ね、ここね切り下げてきてますよと、これね下落トレンドの背折りですよ。要はこれ下降トレンド、下落トレンドであるというところなんですが、今100万円乗ったことによってこれはねブレイクしてんじゃねっていう見方もできなくはないんですよ。でなおかつこの1時間してみたらね、ここダブルボトムチックなんですよね。要はお尻チャートですよ。うん。おつんつんチャートからのお尻チャートよ。結果上を示してるんじゃないかなって見ちゃったりなんかしたりしてる。今日この頃のゆうきさんですが。いや、ただね、いろいろすっごいもういろんなことが起こってるわけ。例えば1時間し4時間しやと、I'm a perfect order が出てたりとかね、しかも下方向のね、下方向の I'm a perfect order が出てたりとかもするわけですよ。そうなってくると下じゃねえか。ただ、そこまでの角度はついてないんですよ。
あのパーフェクトオーダーに関して言うと角度が結構重要で、角度が急であればあるほど、まあ、強いトレンドであると言われておりますよ。で今回のその下方向のパーフェクトオーダーに関して言うとちょっと息継ぎ間違ったけど言うと、そこまでの角度はついてないんですよ。だから前回もね、上昇の時も、パーフェクトオーダー出てますって言って、あいまパーフェクトオーダー言って中田勇気勇気あいまパーフェクトオーダーって言ってたのにすぐ抜けたわけですよ。あれも角度が緩かった、弱かったんですよね。だから今回に関して言っても、まあ、すぐ抜けてくる可能性があるプラス今現状、短期線も抜けてるんですよね。これ久しぶりに僕短期線って言ったな、最近言ってなかったな、なんかな。短期線をね、ついに1時間足抜けてきてるんですよ。で、なおかつ、短期線がね、ギュッとね、ギューンっつってね、もうこれ宮迫さんのギューンレベルで、上向いてるわけですよ。そうなってくると、これ間違いなく、皆さん大好き、ゴールデンクロス、ゴールドクロス、セイントセイヤー、少年はみんな、セイントセイヤー、明日の勇者、ウォーイエーイですよ。ウォーイエーイなんですよね。そうなってくると、これまた上見てもいいんじゃないかっていうね。そうなってくるとですよ、そうなってくるとめっちゃ言ってる今ね。言ってるけど、そうなってくると、セミナエさん曰くのね、上見てもいいんちゃうかなって思ったりもしてるんですよね。ただやっぱりね、この今のこの短期的には確実に下落トレンドであるっていうのはもう間違いないんですよ。だそこを今ブレイクしかかっている。だここがまあ分岐点になってくるであろうっていうところですよね。うん、でちょっとねこれね興味深しなんですけど、興味深しなことを言うと、まあ僕最近ねちょっと僕フィボナッチとかも使っちゃったり、ちょっとできる男的な感じでフィボナッチ的なやつ使ってみたりもするけど、この今回のね一番そこから今回のねこのブラックラインですよ、103万のラインがね一応高値ですよねのところでいくと、まあ、ちょっと珍しいっちゃ珍しいんやけど、まあ、50% のところでねサポートされてるチックなんですよね。60.618までは届いてないんですよ。これはねドル建てでも一緒、ギリギリ届いてない、まあある意味届いたと言ってもいいのかもしれないっていう感じ。まあ多少これぐらいはビサです誤差ですっていう方もいらっしゃるので、もしかしたら618でサポートと、考えてもいいのかもしれないけど、ここを結局は押し目と考えるのであれば、この上昇に対してのこの押し目での上昇っていうのは、ここから見れるわけですよね。うん、だから、ここも加味すると、今回のこの、今の健在のね、健在の現在の、下降トレンド、下落トレンドに関して言うと、押し目だったんじゃないかっていうところ。うん。だから、ここが100万円乗ってきてなければよ。僕はもう、このまま、暴落するかもしれへんで、みたいな話はしてたと思う。なんやったら、危ない、言っちゃった。はじめに、仮想通貨 YouTuber さんですよ。が、100万抜けたら大暴落って書いてたんですよね、サムネイルで。してないやないかいって思ってるけど、してないやないかいって思ってるけど、まあけど、僕も同じような感じで考えてました。この100万、101万付近まで登ってこなければ、うん、100万っていうところがレジスタンスラインにしっかり、機能していてくれれば、この形での僕は下落トレンドで、あ、大きく下がってきそうですね、みたいな話はしてたと思うよ。だから、これはね、まあ、たまたまタイミング的に今になったから、このね、V 字回復というか、このダブルボトムっていうのが見えた。で、上も見える。で、しかも今、ぐいぐい、僕の動画撮ってたらもう、いつもぐいぐい上がってくるから、結構チャート分析してる時に迷うやつ。うん。で、今またぐいぐい上がってきてね、今101万付近まで来てるわけですよ。で、そう考えたらいい、そう考えると、4時間足でも、これ4時間足に1回変えるけど、これね、4 hours ね、4 hour に変えても、これね、下落トレンド抜けてんすよね。ブレイクアップしてるんですよね。Wake me up! 朝の太陽ですよ。うん、朝の太陽が見えてくるわけですよ。そうなってくると、これね、ある意味、ここがね、ダブルボトム ?4 時間、ちょっと大きめに見ても、ここがダブルボトムと仮定して、上見てもいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。これに関して言うと、ごめんなさい。もうほんまに僕の個人的もう感情もすべて込み。すべて、オールインワン。うん。オールインワンで考えて、上見てもいいんじゃないかなって思ってる。ここに関して言うと。ある意味、こう、ちょっとね、攻めのエッサー、2代目の殺害さんのね、ちょっとこう、コメントも、まあ、鵜呑みにする形になるかもしらんけど、お前乗っかったなって思われるかもしらんけど、
僕はこう見てもいいんちゃうかなと思ってます。まあある意味僕がやってたここの逆算像はね崩れてるんですよ。なり損ないってやつよ。よくあるんですけどこれに関してても。ただここでダブルボトムができてきての上はなくはないかなと。ただまあかなり今ね正直レジスタンスラインが山ほどあるんで、そこを全部抜けていくほどの出来高が入ってくるかって言われるとちょっと怖い。正直もう今多分ね仮想通貨に資金を流入してる人って多分少数派なんですよ、かなりね。なのでそこまで上に動くかどうかって言われるとちょっと怖いけど、僕はここをちょっと信じてポジション取っていってもいいんかなっていうふうに思ってます。うん。で、これはね、ちょっと上って言ってるのは、もう一つ理由があって、まあ一応ね、これ、まあ抜けたとは言ってたんですが、一応ね、未だに、日足レベルで見ると、僕ね、上見てもいいようなチャート形状に見えてるんですよ。まあある意味いろんな方向性からね、僕、下方修正して、なんとかこう上や上やって言い続けてきたけど、これに関して言うと、ヒゲで線引くのね、結構ね、これインクルードしてるような気するんですよ。うん、これインしてみるみたいな感じになってる気するんですよ。で、なおかつね、ここ見てほしいんやけど、日足レベルですら、ここね、ダブルボトム組むんじゃねえ説。これおもろない?これおもろないって思ってんねんけど、僕的には。どう?みんなドゥ。ドゥしてみる。これドゥ。うん。どうですか?つってね。元気があれば何でもできる!つってね。うん、これどうですか?って。上がるんですかって、なってるんですよね、僕的には。だからこの辺りで見ても、僕は上を見たいがゆえに、一応、103万はちょっと、要警戒ポイントにはなってくる。要はネックラインになりますよ。うん。日足レベルのダブルボトムのネックライン。ここをブレイクアップしてくると、103万抜けてきたら、僕は、ほんまにこれ、セメラエスさんの言葉を借りるわけじゃないが、1万ダラ、は、10ミリアダレはね、うん。10,000ダラーはね、あるんちゃうかなと思ってる。10ミリオンやったらえげつないことになってるな。うん。10,000ダラーはありえるんじゃねえかっつって思ってる今日この頃です。なので、これをちょっと今日のね、僕のチャート分析として、今日は以上で終わりたいと思っておりますが、はい。こうですね。こう。ここをこうこうこう。そしたらここがこうこうこうで今日はまとめていきたいなと思っておりますので、こちらね、ぜひ参考にしていただけたらなと思っております。はい。一応ね、ちょっとドル建て見とこか、珍しく。あんまね、今に関して言うとそこまで変わらんって感じ。まあこれバイビットのチャートですけどね。まあこんな感じ。で、今ね、僕ドル建ててみたら三角持ち合いのインサイドなんですよね。ちょっとまあヒゲでは抜けたように見えてるんやけど、これ雲の上限の線でサポートされてるんですよ。これ日足なんですけどね。で、ここで陽線つけてくるんであれば、このまま上抜けてきても、よしあし、ありおり、はべりの、今そかりとね、こういう感じはあるんじゃねえかなっつって思ってるわけですよ。うん。ただまあ、日本円建てよりも、ここはね、ダブルボトムっぽくはなってないんやけど、まあ、見ようによっちゃって感じ。ちょっと拡大解釈したらって感じやけど、まあ、ここに関して言うと、円建てよりはちょっと見にくいけど、円建てはもうちょっとしっかりとこう、お尻が描けそうな感じにはなってるんで、まあ、まさしく上行ってもいいんじゃねえとは思ってるけど、それに関して言っても、この三角持ち合いが終局すれば、どっちみちどっちかには走るんですよね。上か下か。で、言ったら、結局、この、上昇雲の、雲のね、上限の線で、サポートされてるっていう感覚で見ると、このまま上に抜けてくるっていう方向性は僕の中ではありやと思うんですよね。はい。なので、まあ、ドル建てで見ても、結局僕はちょっと上を見てもいいんじゃねえかなっていうふうに、思いけり、にけり、うん、思いにけりというところで、まあ、これはね、ちょっと正直今はね、自信はない。お前が弱気なこと言うなよってなるかもしらんけど、自信はない。うん。が、妄想はできてる。うん、だいぶ。こう来るやろうなっていう妄想は描けてるよ。それに関して言ったら、今説明した通りでございます。はい。なので、まあ、ただね、4時間足やったかな。4時間足とかは、基本的には僕、見立ては一緒なんですよね。円建てと。ここがね、ダブルボトム。これ、いつもグレーで出てくんのやめてくれへんかな。見えねえっつんだよ。これね、ダブルボトムチックに上がってきてもええんじゃねえかっていう感じでは思ってるので、ここに関して言っても、うん、ありよりはべり、今そかり、うん、ですね。っていう感じでございます。はい。なので、まあ、今の僕の、最後の最後でまとめると、今は僕は上目線。
に切り替えたところ、なぜならまあいろんなところで暴落やなんやと言われておりますが、僕ぐらいは上見ていこうぜっていうところもあるし、勇気ぐらい上見ていこうぜっつって、前む上を向いて歩こう言ってね、歩いていこうかなと思ってるので、そこに関しては、勇気のキャラも込みというところはちょっとご理解いただいておけばいいかなと思います。はい、ただ一応いろんな、僕の中でも分析した結果、今そのねフィボナッチ的にも60、618、もしくは 50% のところの辺でサポートされてるように見えるので、押し目と考えての上っていう考え方は僕なくはないかなと、なしじゃないかなと思ってるので、ここはもうジョークなしで押さえておいてもらえたらなと思います。はい、というわけで今日は以上で終わっておきたいと思います。今日もね動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。冒頭に言いましたが、3人に1人の人が僕に協力してくれたら一発で僕のサブチャンネルが収益化することができます。ほんまに気持ちはすごい土下座し、ジャンピング土下座してるけど、今この画角上ジャンピング土下座はできひんから、頼む、チャンネル登録をしてくれということでね、ぜひサブチャンネルの方、下の概要欄もうトップに貼っとく、今もう告知することないからトップに貼っとくので、ぜひね飛んでいただいて、チャンネル登録ボタンポチッとして、協力していただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということでね、また明日が、今週ラストの動画かなとなりますので、明日の動画をお楽しみにしておいてください。ということで、また今日じゃないまた明日の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。本日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。もうすでに、僕の LINE アットの友達追加、もしくは、チャンネル登録はお済みでしょうか。僕のね、LINE アットの方では、僕がね、厳選した稼げる情報っていうのをね、随時配信しておりますので、ぜひね、友達追加をして、そちらの情報をね、ゲットしていただけたらなと思います。チャンネル登録がまだの方はね、こちらのチャンネル登録ボタンから、登録してください。あとね、おすすめ動画こちらから見ていただけますので、こちらもぜひご活用ください。ということで、またね、次の動画もしくは、ライブ配信などでお会いできたらなと思います。またお会いいたしましょう。バイバイ。